今日会見したのはトヨタ自動織機、デンソー、アイシンなどです。モーターと制御装置などを一体化した e アクスルは BZ4X の心臓部です。デンソーとアイシンと両社の関連会社ブルー e ネクサスが開発しました。従来より10センチ以上サイズを小さくすることに成功し、その分バッテリーの積載量が増えたことで1回の充電で550キロ以上を走行できるようになったといいます。その他、トヨタ自動織機とデンソーが開発した e アクスルに電力を供給する装置も紹介されました。こういったその製品群をいかにまとめてエネルギーの観点でマネジメントできるか、まあ、こういったところが今後の電気自動車の発展につながっていくんだろうという。